の位置からまっすぐに蹴り上げる方法、左右まっすぐに蹴り上げる方法です。それから半円、楕円を描くような形で蹴り込む。そして真横から振って蹴っていきます。こういった基本的な3種類の方法で稽古をしていただければいいんではないかと思います。